Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみおい君、ちょっとこの書類5部コピー取ってもらえるか。わかりました。ガーピーガーピーガーピー。はい。はい、ありがとう。じゃあこれ、かまぼこ。わー、ボーナス1ヶ月分じゃあ、ちょっと待って。いや、なんだよ。なんかね、補給の難易度が上がってる気がする。難しいよ。心折れんのやめてよ。いやいやいや、ちょっともう今ね、背もたれにぐったり。どうしたらいいんだろうって。毎回収録終わって悩んじゃうんだよね。どう返せばよかったのかな。正解って何だったのかな。一番頭悩ませてる。うん。ダマダマおじさん、谷村です。ホイップパイです。よろしくお願いします。ライスオンミーでございます。はい。ということで。元気出していこう。難しいよ。どっと疲れちゃった。さあ、行きたいと思いますけど。はい。この、ライスオンミーが始まった当初ですね、うん、ちょっと話題に上がったことなんですけど、うん、私、にむらがですね、まあ、普段この芸名表記っていうのはもうそのまま本名で、うん、漢数字の2に村に豊かな人と書いて、にむらあつとという名前で今活動をしてるんですけど、うんうん、まあちょっとこう解明した方がいいんじゃないですかみたいな、うん、ホイップさんから話があったじゃないですか。はい。で、いやーでも僕十何年これでやってるしなーみたいな感じで、うん、ちょっとごね倒してたんですけれども。そうね、俺だって4年ぐらい前からずーっと言ってますもんね。はい、断ること言うよねそれ、うん、変えた方がいい変えた方がいいって、うん、で、まあ僕もちょっといろいろ考えまして、うん、解明をしようと思います。おー、マジっすか。はい、マジで解明します。やっと決断なさいましたか。決断しました。おー、いや、いいですよ。本当ですか。よかったよかった。だいぶ悩みましたけど、いや、やっぱリスナーさん味方につけてよかったわ。やっぱ今まで、え、二、うん、人きりの時に、ね、木村さん変えた方がいいんじゃないですかって言ってて、うん、はい、一切聞く耳持ってなかったわけですよ。そうですね。だから俺は、うん、ライスオンミー始まりまして、4回目ぐらいの放送かな、うん、意を決して、はい、木村さん絶対解明した方がいい。リスナーさんどう思うか意見聞かせてくれ言って、うん、皆さんの声が届いたんだ。はい。やっぱり俺一人の言葉は信用してくれなくて、俺以外の人の言葉だったら聞くんだな、そういう思いはあるけど、いや、まあ、そういうことでもないんですけど、ね。何よりだよ。俺は、にむらさんの活動の成功を祈ってる、本当に数少ない一人だからね。なんでその数少ない。数少ない、マジでにむらさん、頑張ってこうよっていう、一緒にね。はい、そうですね。俺もにむらさんまだまだ、じゃないですか。うんうん、ね。そうですね。絶対解明した方がいい。俺は本当に面白半分で言ってんじゃないんだっつってずっと言ってたんだから。まあ、真摯。まあ、ホイップさんがその真摯にね、うん、真面目にそれを提案してくれてるのもまあ分かってましたよ。いやー、そこは僕がなかなかビビって、はい、お呼び腰でずっとこう決断できずにいたっていうのが、うん、まあそれが全てですけど、うん、まあちょっと今回、ちょっとそれを決断しまして、はいはいはい。まあ解明しようというふうに思ったんですけど、うん、まあただ、いかんせんその解明すると言ってもですね、うん、じゃあどういうふうな、こう名前でやっていこうかなというのは、まあ全然何も決まってなくて。あ、そうか。うん。案は全然ないんだ。全くないんですよね。しようと決めただけ、ね。そう。あくまで解明しますという決断を、現時点ではしただけで。いや、でもね、大きな一歩ですよ。うん、俺は称えたいね。あ、本当ですか。シンプルに拍手で勇気出しました。新村さん、ありがとうございます。うん、そう、でもそう、ちょっと変えたいんですよ。で、変えるにあたって例えばどういう風に変えたらいいかなっていうのを悩んだ時にね、うん、まあ一方でこのホイップ坊やは、うん、まあ数々の解明をしてきてるじゃないですか。まあそうですね。え、芸人歴何年ですか、もう活動して。805年ですね。
デーモンさんなの、あなた。デーモンさん10万だよ。そうか、そうか。それに比べれば若手だけど。全然若手ですよ。大ベテランだったらね。僕は12、3年ぐらいかな。そうでしょ？うん。その中で名前いくつあります？5、6個ぐらい。5、6個ありますよね。うん、ちょっと羅列してもらえますか？最初は、1年目の時に、ビブーティー高橋っていう名前でやってましたね。これビブーティーってどういう意味なんでしたっけ？サイババが手の中から出す灰のことなんですけど、聖なる灰でね。これ、サイババがわかんないとね、その、ちょっと意味合いがわかんないかもしれないですけど。もうサイババなんてわかる人少ないから、そうですね。わかんない人はちょっとね、検索してみてください。一昔前にね、はい、一世を風靡したね、インドのすごい人がいたんですよ。はいはいはい、はい。ビブーティー高橋で。デビュー、ビブーティー高橋なんだっけ？そうなんです。そうでしたか。はいはい、その次が、うん、万力太郎。はいはい、あのね、当時ね、世界初の万力漫談をやる男として、ネタをやったことがあってて、はい、ね、うん、万力、工具の万力ってあるじゃないですか。うんうん、あれを回しながらね、漫談やってたんですよ。だから、万力太郎っていう名前にしてたんですけど、聞いてくださってる方もね、あんまピンと来てないと思うんですけど、うん、安心してください。僕もピンと来てないんで。あ、来てない？世界初の万力漫談芸人、万力太郎。こんなにわかりやすいキャッチーな名前ないっしょ。これ、すごいよね。だから、ホイップ坊や、元万力太郎なんだよね。元万力太郎。で、その次が。その次が、なんかちょっとね、こう、万力漫談が、あんまりね、受けなかったんですよ。うんうん、まあ、ごめんなさい、ちょっと今盛りました。クソ滑ったんですよ。万力漫談ね、2、3ヶ月やってたんですけど、あれこれじゃないなと思って。でしょうね。でしょうね。で、万力漫談をやる必要がなくなったら、もう万力太郎を名乗る理由もないから、そうですね。なんかもっと自分のパーソナルな、うん、個人的な、はい、性質に、かけた名前にしよう、うんうん。あ、俺めちゃくちゃ漫画好きだから、うん、藤子不二雄先生にね、はい、あやかって、うん、筋子筋雄氏っていう名前にしまして。はい、うん、いよいよ、もじり出したというね。そう、うん、丸 C を後ろにつけて、著作権をちょっと主張するっていう。誰が侵害するんだよっていう。本当だよって。筋子筋を C でやったんですけど、はい、これもまあ半年ぐらいでやめたかな、うんうん。なんかね、もうちょっとね、こう、大喜利的に、突飛な名前つけるんじゃなくて、うん、ニュートラルにした方がいいなと思って、うんはい、高橋くんっていう芸名にしまして、うんはいはい、これ、2年目か3年目ぐらいの時かな。もともとホイップバイ本名が高橋俊介なので、そう。まあそのまま高橋くんと。そう、ひらがなで高橋くんっていうのにして、うんはいはいうん、そっから、6年か7年ぐらいやってましたかね。うんうん、そうですね。僕が出会ったのは高橋くんで出会いましたからね。そう。はい。だから、二村さん収録会の時まだ俺のことは高橋くんって。そうですね。ね。いや、変えた方がいいっすよ。いやいやいや、出川さんがさ、うん、内村さんのことチェンって呼ぶのと一緒うん。いや、それになぞらえると、悪い気はしないけど。なんか高橋くんのはしっくりくるからさ。うん。うんうん、で、それでね、魔石芸能社っていう僕が事務所にいたんですけど、はいうんうん、そこに5年間いた間はずっと高橋くんでやってて、うん、退所して、うん、別の事務所に移った時にホイップ坊やに改名しましたね。はい、別にそれはなんかこう事務所の決まりとかがあるわけじゃなくて、はい、俺は高橋くんっていう名前に結構不満があったんですよ。うんうん、わあちょっと失敗したなこのネーミングと思って、うん、もうあまりにニュートラルすぎて何の印象も与えられないんですよね。でひらがななのかカタカナなのか漢字なのかっていうのも、うん、音で聞いただけだと分からなかったりするから、はい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 、そういう問題もあったりする。あまあでもちょっとね、こう事務所辞めたタイミングで、うん、ちょっと思い切って、変えようかなと思って。変えてね。うん、で、ホイップ坊やっていうのにしましたね。はいはい、で、それは、うん、それこそ前番組、便所のつぶやきという番組の中で、皆さんに募集して、そうですよ。決めたんです。公募で決めたんですよね。うん、そう、だからいろいろと解明してるじゃないですか。うん、これでも、いろんな名前、これある中で、うん、これ、ホイップ坊やが思う、なんていうの、共通点というか、うん、自分がこう、解明するにあたっての、こう軸にしてる部分って、例えばどんなとこなんですか？
なるほど、うん、ネーミングのコツを知りたいと。そうそうそう、そうなんですよ。三村さん、うん、1時間語っちゃうよそんなに語れるの？まず冒頭に最初一発聞いていい？はい、いろんな名前あったじゃん、うん、恥ずかしくなかったの？恥ずかしかった途中からつけた後恥ずかしくなっちゃった。うん。で、やっぱりね、にむらさんにアドバイスしたいのは、うん、その時のノリで決めないっていうこと。なるほどね。やっぱ熟考した方がいいわけだ。その瞬間は面白いけど、2ヶ月ぐらい経つと、失敗したーってなるから。いや、それやっぱ襲いかかってくるんだね。うん、かといって、うん、高橋くんの時みたいに、うん、ブレーキかけまくったネーミングも、何のプラスにもなんないから良くないよ。なるほど。うん。ほう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 。でね、そうね、でもいくつか押さえておきたい要点を、ほう。言うと、うん。ありますか？うん。まあ、いろいろあるけどね、うんうんうん。まず、目で間違いなく読めるか。ああ、なるほど。と、耳で間違いなく聞き取れるか。ほう。この二つは大事です。なるほど。目で間違いなく読めるかと、耳で間違いなく聞き取れるか。なるほどね。まあ、間違いなく読めるかっていうのは、難しい漢字にしないっていうことですよね。わかりやすく言うと。まあ僕、正直今回この解明を決断した、うん、その理由なんですよ。うん、僕はもともとその豊かな人と書いて、アツトって読んでたんですけど、これ結構当て字なので、もともと本名ですけどね。うん、だから、やっぱ読めないんですよね、みんな初めて見た人は絶対に。はいはいはい、そで、それはやっぱりちょっとなんとか回避できないかなっていうのは正直あったので、うん、あ、じゃあそういう、パッと見てわかるっていうのは一つ大事なんだ。そうですね。うんうんうん、まあ、もちろん例外はありますよ、うんうん。難読漢字の芸能人いっぱいいるけど、うんうん、他の要素でめちゃくちゃ吸引力のある人だったら、うん、それいいスパイスになるんですよ。なるほどね。うん、めちゃくちゃ綺麗とか、はいはい、めちゃくちゃかっこいいとか、うんうん、別に名前がどうこうではなく気になってしょうがないような存在だったらありですけど。うんはいはい、靴名栞さんとかね。そう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 。読めないもんな、あれね。ねとみは三村さんはちゃんと分かりやすい漢字とかにした方がいいと思う。なるほどね。で、耳で間違いなく聞き取れるかっていうのは、うん、まあ前も言いましたけど、うん、三村って聞いて、うん、まみむめもの三村なのか、うん、何ぬねのの三村なのか、はいはいはい、あんまり耳が良くない人もいますからね、世の中にはたくさん。確かに聞き取りづらいっていうところでね。聞き取りづらい、うん、山崎とか山崎とか山里とか山里、うんはいはいはい、なるほどね。とか、うん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 、っていうところははっきりわかるネーミングにしてる方が絶対得ではある。なるほど。まあ、あと表記揺れですね、うんうんうん、この部分が漢字なのかカタカナなのかひらがななのかっていうのが、ほうほう、バラバラに覚えられてしまうようなものだと、うん、まあ、競技みんなインターネットで検索するから、うんうん、あんまり得ではないですよね。うん、うん、それは例えばどういうことですか？例えば、うん、ドラえもん。はいはいはい。これ悪い例としてドラえもんっていう俺タイトル出すけど、うんうん、ドラえもんの絵が、カタカナなのかひらがななのかってパッとわかる。ああ、なるほどね。うん、あ、確かに混じるね、あれね。そう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 。え、どっちだっけな？ひらがなかな？ドラえもんはね、ひらがなですね。ひらがな。うんうん、絵の部分はね。うん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 、でも、ここで悩むじゃないですか。ね、ドラえまでカタカナにする人もいるし、はいはいはい、それは間違いだったりするわけですよ。うんうんうん、そういうのって、まあ、各種観光物であったりとか、どっかで告知したりとかするときに、間違いの元になるから、誰も喜ばないよね。うん、なるほどな。で、検索線は悪くなってくるから、覚えられにくくもなってくるし。常にだから、正しい表記でみんなが、覚えてくれるっていう風にしてもらうことは大事なわけだ。そう。だから、ライスオンミーはそういう意味で、アルファベット表記をどこにも使ってない。うん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 。初めてこの番組を見た人が、に、英語表記が目に入るようなところはどこにも使ってないんですよ。ほうほうほう。絶対カタカナで覚えさせるっていう。うん、もので統一してるから、っていうね、表記揺れを作らないっていうことも意識してます。うん、おー。すごいいろいろ真面目に考えられてるね。そうだよ！すごいじゃん。ネーミングのプロですからね。すじこすじおしっていう素晴らしい名前を思い出してるから。自分以外のとこへの考えはすごいじゃん。うん、そう、自分にはね、うまくつけられない。バカ野郎、おい。いや、あと、僕聞きたかったのがね、うん、例えば、ビブーティー高橋とか、うん、高橋くんとかって、その元々の高橋俊介が残るじゃないですか。うんうんうん、一方で、例えば、ホイップ坊やとか、うん、万力太郎ってもう完全に名前消すでしょ。うん、そこのためらいとか、う
なんだろう、何にもなかったですか。そうね、記号でしかないから。あ、名前なんぞは。ほう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 。分かりやすく認識してもらえるっていうことがゴールなんで、うんうん、自分のパーソナリティがそこに現れるかどうかっていうのは、うん、あんまり関係ない。だって商品じゃないですか、うん、井村さん。まあそりゃそうだね。人間を商品にして商売してるんですから、うんうんうん、その商品名になんか個人的な思いとか込める必要ってあんまりないですよね。うん、なるほどな。より売れる名前にした方が絶対いいよ。なるほどね。ほうほう。で、もう少しコツ言うと、はい、あと被りがないかっていうのも大事です。検索して、これはすぐ分かることですけど。はいはいはい、はい。まあ、さっき言ったみたいに、目で間違いなく読めるか、うん、耳で間違いなく聞き取れるか、うん、そして表記売れがないかっていう最低条件をクリアした上で、うん、検索被りがないか、これをちゃんと調べること。なるほどね。ごめん、今日ちょっとノート持ってきていい？真面目すぎた？シリアスすぎた？なんかの講義これ。1時間喋れるって言ったじゃん、俺。だからこんなに考え尽くされた感じ来ると思ってなかったからさ。インパクトですよ、インパクトとか、そんな感じかなと思ったら、うん、違うわけね。そうですね。だから、あの、ここまでをクリアした上で、うん、初めてどういう印象を与えるかっていう、加点要素の段階に入ってくるわけですよ。なるほど。今まで言った、うん、その、難しい読みにしないとか、うん、表記売れがないかとか、被りがないかっていうのは、最低条件の話。うんうんはい、なるほどね。もう基準というか、最低のね。基準です。うんうんうん、それをクリアした上で、二村さんの今後の芸能活動、商売に、うんプラスになる印象を与えられる名前にできたら最高だよねっていう、うんね、ところ。今、ホイップ坊やで活動してますけど、うん、どうですか名前的には満足いってますか？めちゃくちゃ満足いってますね。なんかこうメリットってあります？多分コメディアンなんだろうなっていうことは一発でわかるでしょ。印象でね。なるほどね。だし、まあ実際中身を見てみると、うん、ドロドロして汚いさ、うん、あのこう泥水の塊みたいな、うん、まあそうね、ちょっと糞尿も混じってる感じだね。おい口がすぎるぞ口がすぎるぞ僕だって怒るんだからな。いや、やるときはやるぞ。何その喧嘩慣れしてないやつ。誰が糞尿混じりだよ。おいまあまあ、そういう、なんかイメージの与え方は、うんうんうん、高橋くん時代よりははるかにいいですよね。で、高橋くんっていう名前だった時は漢字にされたりとかよくあったんですよ。告知してもらう時とかにね、うんうんうん。っていうのはあったけど、ホイップ坊やのホイップはカタカナで、坊やは漢字だっていうのって、うん、ほぼ間違えられたことがない。確かにな、うんうん。確かにそうだよね。ホイップがひらがなだった方がちょっと気になるっていうか、うんうんうん、カタカナでホイップで、まあ、漢字坊やで。大、う、体、ん、そこでさ、うん、一目見て、そうだね。みんなそっから以降間違えることはないんです、ね。うんうん、確かにそして音のズレというかあれもないし。うん。あと、そうだね。まあ、二村さんに今言うと、ちょっと突飛に聞こえるかもしれないけど、うんはい、例えば、とにかく明るい安村さんとか、はいはいはい、ね、前、アームストロングっていうコンビ組んでたじゃないですか。はい、そうですね。まあ、それがピンになられて、うん、で、こう、見えてないですよっていうギャグとともに、パン売れたでしょ、うんうんうんはい、うわぁ、めちゃくちゃいい名前つけたなって思って、結構崩れ落ちたね。とにかく明るい安村さん。まあ、その名前を聞いただけで、絶対コメディアンだってわかるし、うんね、もう、そう思わせたい方向に補正も入るわけですよ。そうか、そうか。よくよく見ればめちゃくちゃ明るい方ではないとは思うんですけど、うんうん、明るい、楽しいとか、そういうイメージが、名前と一緒についてくるよね。すごいいい名前だと思った。そうか、そうか。ナロー小説ってわかる？二村さん。わかんないな。あのね、ライトノベルの、まあ、近しいところにあるジャンルなんですけど、うんはい、異世界転生ものとかさ、はいはいはい、最近のタイトルめっちゃ長いんですよ、うんうんうん。異世界に転生された俺が勇者のパーティーに連れて行ってもらったが追放されて、うん、しかし復讐する話みたいな、うんうん、めちゃくちゃタイトル長くて、はいはいはい、内容全部詰まってるんですよ。うんうんうん、でも、なんだろう、タイトルだけでどんな話なのかを、うんうん、もう想像もさせん、はいはい。全部言っちゃうっていう分かりやすさって。あれね、ハンターシリーズね。アダルトビデオのハンターシリーズでしょ。
ごめんなさい。いろいろいとこの妹が実家に遊びに来たら、はい。いろいろとテンションが上がってみたいな。うん、あれと一緒ね。そうです。ごめんなさい。俺ハンターシリーズ知らなかったし、さすがの AV 仙人だなとは思いましたけど。なんかそういうことよ。なるタイトルでもある程度概要がつかめるし、そうそうそう、イメージが湧くというね。確かに下品ではあるが、うん、でも商売にはやっぱりそっちの方が最適なんだよね。なるほどな。ね、あ僕ね、もともと人の芸名見た時に、うん、あ、いいなって自分が最初にこう芸人として始める時に、うん、こういう芸名にしとけば自分良かったなっていつも思うのは、あの、カールスモーキー石井さんとか、ユースケ・サンタマリアさんとか、ああいうの大好きなんですよ。なんか五感？なんかそうだね。ああいうのがつく感じ。すごい好きなんですよね。なんかカタカナと？そうね。名前みたいな。そうね。そうね。でも、なんか、二村さんの思わせたい印象に、ちゃんと、こう。まあね、そうだね。そこをちゃんと考えた上で、行った方がいいと思うよ。なるいや、結構真面目な。そうだよ。うん、感じできたね。で、ボケすぎないっていうことね。うんうんうん、あの、ボケるっていうことと、うん、名前で、うん。名前でボケるっていうことと、うん、愉快な人なんだな、楽しい人なんだなって思わせるのは、うん、全然別の力のかけ方だから。さすが、さすが元万力太郎。ビブーティー高橋も、万力太郎も、ボケてんだよ。そうですね。だからダメ。筋子筋惜しいもん。説得力あるな、ここ。ホイップ坊やはボケてない。なるほど。確かにそうだわ。でも、うんうん、楽しそうで親しみやすい印象を与えてんの、うん。そうね。うんうん。なるほどな。そこ、すごく近い場所にあるから、うんうん、間違えちゃダメです。そこのさじ加減大事なわけだ。すーげーわかりづらい小道隣り合ってる日本だから。はいはいはい。そこを間違えないようにしよう。あと、まあ、キャリーパムパミさんとかも。何ですか？キャリーパムパミさんとかも。まあ、言えてないんですけど。言えてないけど、でもこの言えてなさ面白いし。うん、まあ、確かにインパクトあるよね。あの、やっぱりね、ケレン味と言いましょうか、うんうん。そういうのあってね、すごいいいですよ。うん、なるほど。ケレン味っていうのは派手派手しい演出とかだったり、まあ、奇抜さだったりするんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱりね、自分の名前で商売する人、うん、芸能に限らず、うん、なんかフリーランスでやってる人とかっていうのは結構大事だなと思うね。なるほどね。じゃあ結構こう解明一つするって僕一応決断しましたけど、うん、結構本当にちゃんと考えて、うん、計算してやんないと、まあなんかあんま良くないってことだね。そうですね。おじさんの聞いたこと聞いてると。そう。うん、だから俺は二村さんにおすすめしたいのは、うん、カタカナで、ニムニム。ほう。ニムニム。可愛らしいイメージが与えられて、はいはい、で、もう二村さん、おっさんなんだからね。うん、まあそうですね。うん。はいはい。もうこれまた言うとさ、こっから15分喋っちゃうけど、ダムダムおじさん良くないんだよ。ダムダムおじさんっていうコンビ名、本当に良くない。二村さんが20代前半の時に、うん、若者だった時に、おじさんってつけてんのっておもろかったんですけど、ね、おじさんがおじさんっていうのって何のプラスもないからね。これね、いや、ホイップさんいいとこついた。うん、いや、実は僕、解明を決断したのは、うん、実はちょっとそのコンビ名もあるんです、引っかかりとして。うん、ダムダムおじさんって僕コンビ名でやってるんですけど、本当にホイップさんおっしゃる通り、もうちゃんと二人とも劣気としたおじさんじゃないですか。そう。おじさん二人がやってるダムダムおじさんになっちゃってるから、そう。実はコンビ名を、本当ちょっと変えたいんですよ。うんうんうん、だけど、これは相方のこともあるし、うん、まあ一概に僕だけでは決めれないなっていうのがあって、で、そんな時に僕の名前も、ちょっと一つ課題ではあったから、うん、まずは自分の名前を一つ変えてみようかなっていうところなんですね。でもニムニム？だから二村さん的には、うん、えって思うかもしれないけど、うん、それぐらいのケレン味だったり、うん、楽しそうな人なんだっていう雰囲気は出した方がいいし、うん、カタカナでニムニムっていうこの短いセンテンスで表記揺れもないし、うんうん、おそらく被りもないし、ね、っていう意味では割とマジアンなんです。なるほど。うん。うんうん。まあ、一つ、案として、いただきましょう。よし、決めました。はい。決めた。はい。
リスナーさんに応募しましょう。公募しましょう。大丈夫です。ホイップさん。声高らかに突然言い出しましたけど、大丈夫です。来たれ、ライスオンミーリスナー。我こそは。違うんだよ。我こそは、二村さんの新芸名をつけられるという、ライスオンミーリスナー、来たれ。名案を思いついたりじゃないのよ、ホイップさん。絶対自分で決めない顔してたもん。絶対自分で決めない。なんかいろいろ条件あってめんどくさーみたいな顔してたもん。それは正直したけど、うん、したけど。いや、なんかそんな結構考えないとダメなの。って言って、このまんまフェードアウトしていく匂いがプンプンしてたんだよ。もうダメ。いいじゃん、それならそれでいいじゃん。じゃあリスナーさんに募集しましょう。これはそれをやったところでさ、変な話が来ないじゃんか。いやいや、それはわかんないよ。だってホイップ坊やは結果良かったんだから。まあね、うん、確かにな。俺も前の番組の話になりますけど、うんうん、前の番組でね、うん、高橋くんの新ゲーム募集したんですよ、はい、やっぱ序盤ね、うん、大丈夫か、俺こっから選ぶんかと思って集まってくるいろんな案を聞いてね。はいはいはい、ピザハットマンとかね。ありましたね、うん。そういう名前来てさ、おい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 、俺別にピザハットに縁もゆかりもねえよとか思いながら。で、クレームもいずれ来るんじゃねえかとか思いながら。でも、うん、結局やっぱいいの来たから、これ募集します。もういい。二村さん口挟むな。挟ませろよ。俺の話だよ。募集期間は1週間で、明確に決めんじゃねえよ、期限を。そうね。この配信が金曜日だと思うから、1週間期限を設けましょう。その間に皆さんこの動画のコメント欄に、こんな案はどうでしょうかっていうのを、ばーっとちょっと書き連ねてください。いやいやいや。以前も書いてくれた人いるけど、そうもう一回書いてください。それで、見て、そっから選ぼう。待って。うん、本当に本当にします。いや、まあでも、ちょっと一個だけ、じゃこれだけ言わして。うん、じゃあ、今日ホイップさんが言ってくれた、うん、名前を決めるにあたっての、こう、基準というか、うん、こういうふうに考えてますって話あったじゃないですか。はい、あれは、じゃあ真摯に皆さん受け止めて、やってほしい。うん。その、ね、闇雲に、ね、俺のやつだから。人生かかってると。人生かかってるから。で、とにかくヒゲ濃い二村とかはやめろみたいなこと。それはもうやめてくれ。うん、もうまんまだから。しかも安村二村で変わんないじゃん、あんまり。キャリーニムニムもやめろと。ダメで、やめダメ、うん。もう元手がわかるようなのもダメ。なるほどね。お願いします。ということで、皆さんぜひですね、動画のコメント欄に二村さんの新芸名募集いたしますので、ぜひ書き込んでみてください。乗り気じゃない、本編で読み上げさせていただきたいと思います。乗り気じゃないよ。ということで、以上ライスオンミーでございました。ありがとうございました。